ジェップの皆さん、お願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。秘密発言ユニット、アイムジップです。こんにちは。1回目のステージを見てくれたよって方いらっしゃいますか？手挙げてください。お、たくさんの方、ありがとうございます。2部も楽しんでいきましょう。まず初めの曲はシンガーソングです。この曲は元気いっぱいの曲なので、皆さん手拍子お願いします。それではシンガーソングです。だんだん涼しくなってきたので、アイムジップのライブを2部も最後まで楽しんでご覧ください。イエーイ。はい、中学2年生のミサです。奥の方まで楽しんでますか？ありがとうございます。アイムジップのライブを見てもっと元気になってください。イエーイ。次は8期生を紹介します。チェンジ。
小学4年生アリス。はい、小学4年生のアリスです。チャームポイントはキラキラ笑顔です。よろしくお願いします。イエーイ。小学4年生リンコ。はい、小学4年生のリンコです。私のチャームポイントはもちもちほっぺです。今度もよろしくお願いします。イエーイ。小学4年生アイナ。はい、小学4年生のアイナです。チャームポイントは元気な性格です。よろしくお願いします。イエーイ。小学4年生ひなた。はい、小学4年生のひなたです。チャームポイントはパッチリスターです。2部も頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。この7人でアイムジップを活動するので、皆さん応援よろしくお願いします。次の曲は意味ずいっぱいです。ところで皆さん、どこから来られましたか？何市から来られました か？高岡市の人。高岡市、いっぱいそうですよね。やっぱり意味ずしの方いらっしゃいます。意味ずしの方手挙げてください。射水市の方もいらっしゃいますね。射水のいいところといえばどこですか？やっぱ、白エビ、美味しいですよね。海王丸、海王丸、皆さん海王丸知ってますかね？知らない方もね、ぜひ検索してぜひ行ってみてください。そんな射水のいいところがたくさん詰まった射水いっぱいをお聞きください。イエーイ。